中学ぐらいまではすごい女子プロが好きで、女子プロレスラーになるとか言ってたんですけど、死にそうな顔してますけど大丈夫ですか？小田さんなんか漫画みたいな。漫画好きなんですか？漫画好きですよ。大丈夫です。明日仕事できないじゃない？大丈夫です。あ、僕なってる。ドロップキック来た。ドロップキック。これって余裕で抜けられるじゃないですか。